もちろん教えることは可能よ。ただしそれはあなたたちの働き次第ね。軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材は全てそこに送り届けてちょうだい。私は別件があるからあなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。そうめったにない機会よ。あまり時間をかけすぎると他の人に先を越されちゃうから気をつけて。漁港ってやっぱ忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。とりあえず極境台を離れてって、あそこを見てみろよ。なんだか妙な感じだぞ。姉ちゃん、随分と優雅な佇まいだな。それに気品もある。こりゃ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。俺悪いようにはしねえから。おい、ボサッとすんな。早くついてこい。あ、はい。くだらない。ここにはいないみたいだな。もう少し下の方を探してみるか。もう逃げ場はないぞ、姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。お互いに損はしない。おやぶ、なんだか嫌な予感がします。彼女明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし見た感じ普通の人間じゃないですよ。それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を返すってんだ。言ったはずだ、ムシラの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら最後にもう一度だけ忠告する。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいしこれくらい分かってほしいんだが、お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。我はおっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さっきこの目で見たからな。ルリ亭で卓に乗り切らないほどの料理を注文してただろ。でもほんの少し口にしただけで箸を置いていた。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限りそんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから少しぐらい分けてくれてもいいだろ。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなとそう言われたが、まあいい。もしかしたらこれも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に訴えてやるさ。
はあ、またお前らか。千眼軍？どうして千眼軍がここに？まさかお前が通報したのか？ち、余計な真似を。俺は。黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。嘘を怖い顔しないでくれよ。ちゃんと説明する。落ち着いてくれって。大丈夫？神格。神格？我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはハイモン。こいつは旅人だ。よろしくな。主らの名は知っている。先刻は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。うわぁ、そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。法律？うむ、確かに聞いたことはない。そうなのか。じゃあこれまで。ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あっさりと認めたぞ。そういえば神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど、そんなんじゃお腹が空くに決まってるだろう。何か食べたいものはないのか。精神、ルリユリ、ルリ袋、それらを普段は食している薬剤。どうやらよく分かってないみたいだな。うん、近くに福袋があるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。なあ、神格ってもしかして仙人なのかな。初めてリーユエコーに来たみたいだし、それに常識もちょっとないだろ。仙人だったとしたら納得できるんだけど、どんな仙人なんだろう。気になる。ようこそ。どういった薬をお求めでしょうか。精神、ルリユリ、ルリ袋、どれも 250g ずつ頼む。それはどういった処方でしょう。まるで薬で食事をするかのような量ですね。どうぞ。今ここにある在庫のすべてです。感謝する。これで十分だ。地層になった。いや、まずい。ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。じゃあ神格はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ。モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら一番高級なお店に行ってたくさん料理を注文してそれを一気に食べるぞ。それは今後この地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。世の料理は美味なるもの。しかしいずれ山に戻ってしまえばその美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。それゆえ軽く味わうだけにし、どのようなものか知るだけにとどめたのだ。
山に戻って、あ、間違いない、こいつ仙人だぞ。我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ。そうだ、忘れるところだった。オイラたち軍玉閣を再建するためにその素材集めを競ってるんだったよな。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ひひ、もし他の人より早く集めることができたらどんな質問にも答えてくれるらしいぞ。まさか神格も参加しに来たのか。確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりは毛頭ない。だが主たちには世話になった分、我も役に立ちたいと思う。安心するがいい、見返りを求めはしない。うえ、神格はそれでいいのか。でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。ならば善は急げだ。我に一つ案がある。あ、神格の案ならきっとすごいんだろうな。すごいかどうかは分からぬが、十分な効果は期待できるだろう。我らより先行している者を全員排除すれば一番になれると思うのだが、どうだ。ダメだ、どう考えてもやっちゃいけないことだぞ。そうなのか。だが競い合いとは互いを排斥し合って裏で策を弄するものだと聞いたが。オイラたちは正々堂々勝負して一番になるんだ。名が不上位し、戦機革新、そして戦火呪符、順番に探そうぜ。まずは不上の石からだな。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったらあなたたちでしたか。あ、白術どうしたんだ。行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。ただどうも店の在庫が足りないようでして、これから調達しに行くところなんですよ。行幸はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ。それは私にも分かりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いていますが、その現場で使うのでしょうか。ですがお客様側の事情ですので、あまり深くは追求しないようにしようかと。それから行幸さんは私から7を借りていきました。ですから福袋は現在かなりの人手不足でして。どうでしょう、あなたたちここで働いてみませんか。あ、悪いな、オイラたち他にやることがあるんだ。そうだ、白術って物知りだし、名家不上絵師について聞いたことってないか。軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か七蔵三景にそれについての記述がありましたね。名家不上意志を活性化させれば雲の上まで飛べるとか。非常に貴重なものです。文献に記録されている名家不上意志はもうほぼ誰かに採掘されています。これに関しては私よりも機運紹介の方が詳しいでしょう。なるほど、じゃあ気温紹介に行って聞いてみようぜ。白術ありがとな。どういたしまして、うまくいくことを祈っています。他に何か必要なことがあれば遠慮せず福袋にいらしてください。Thank you.
坊ちゃま、やっとお帰りになられたのですね。おや、何を慌てているんだい。ここ最近紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。坊ちゃまを見かけたら必ず残って手伝わせるよう旦那様からのお達しです。そういうことか、分かった。とりあえず注文の分類をするよう手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで一安心です。あはっ、ゆくあき、ここにいたのか。お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン、すまない、少し待っててくれないか。アキョク、僕は客人と話すから君は先に行っててくれ。紹介のことは後で詳しく相談しよう。わかりました。お客人、どうぞごゆっくり。私は先に失礼します。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい、何か手伝ってほしいことがあるようだけど。ゆくあき、名家不条意志について何か知らないか。なるほど、君たちも軍玉閣の再建に手を貸しているというわけか。持って、まさか。実を言うと飛雲商会には名家不条意志がある。ただし一つだけだけどね。これは他の者から競売用に預かったものだ。君たちが来る前にも何人かに値段を聞かれたよ。物は少なきをもってたっとしとなすという言葉がある通り、競売にかければ最終的に5億もろを超えると予想される。 5億もろ、高いね。正直この浮上の石を競り落とすことはお勧めしない。相場よりもだいぶ高い上に割にも合わないだろう。でももし名家不条意志がなかったら。焦ることはない。君たちは鳴海聖火神君について聞いたことあるかい。ん、誰だそれ。鳴海聖火神君はかつて利水定山神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでに逝去されているはず。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。観音録に記述された内容によると、鳴海聖火神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く陳列していたそうだ。その中に君たちが探している名家不条意志がある。鳴海聖火神君が逝去された後、その銅典は荒廃し歴史の陣屋へと埋もれていった。ただ幸いなことに僕は民間伝承に関する本を最近集めていてね、そこでこの銅典について知ることができたんだよ。そして何度か検証を重ねた結果、李社港の近くにその銅典があることが分かった。オイラたちがそれをもらってもいいのか。仙人に対してその罰当たりだったり。問題ない。我が知る限り鳴海聖火神君は心が広い。あの方が生きていたとしてもこれ式のことは気にしないだろう。心が広い、実に斬新な観点だ。どの書物から得た考察なのか、よかったら聞いてもいいかい。ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。あの人なんだか僕の友人に似ている気がする。そうだ、それにもう一つ、仙人の土典は非常に緻密に作られたもので自衛機構が備わっている。長いこと放置されてはいたが、それでも魔物が出てくる可能性は十分にあるだろう。くれぐれも注意してくれ。おう、気をつけて行ってくるぜ。ありがとな、ゆくあき。
ご指導をお願いいたします。完全懲悪、仁義を通すよ。どれ？ゆこあきが言ってた場所はこの辺りだと思うんだけど、何も見当たらないな。
ここ一帯に痕跡を消すための仙人の砲術が貼られていたようだ。先ほどそれを解除した。もう一度調べてみるといい。お、さすが神格。よし、もう一回探してみよう。見ろ、さっきまでいなかったのにあそこに洗礼がいるぞ。すごいな。おそらくここが仙人の洞天だろう。我らが探している名家不浄石もここにあるはずだ。本当か？あれってさっきの洗礼じゃないか？見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木、不自然じゃないか？まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか？神格どう思う？どう思う？これは本物の雲ではなく、空間を隔てる砲術だ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが、気をつけた方がよい。
として認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。精神と共に命ずる。装置の確信があらわになったぞ。今のうちだ。この件は分かるかい。この層の守衛装置を壊す必要がある。よし、みんながそばにいてくれるわ。律令に従え、具現せよ。
くらえ。入れよ雪を前、桜吹雪。まさか五感奥義、この剣は分かるか。これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。浮上の石が活性化されることで初めてその進化を発揮する。俗世の束縛から解き放たれ空へと浮かび上がるのだ。そうだったのか、神格は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな、暇があれば我を引き連れ様々な伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。どうやって運んだらいいんだ。案ずるな、これ式であれば我にとって大した重さではない。でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。我を？そうだぞ、神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける、これは常識だぞ。そうなのか、ありがとう。
ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。諸悪よ、知れ。あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡め取った。狩り開始。ここだ。無駄だ。なんてことだ。神よ、僕は夢でも見ているのか。あれほど巨大な石を持ち上げるなんて、彼女こそ伝説に謳われる仙人に違いありません。仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。体積、品質ともに最上級、保存状態も非常に素晴らしいですね。このレベルであれば申し分ありません。この名家不浄石には満点をつけても問題ないでしょう。お名前をお伺いしても。我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。依頼主はもうすぐ来るはずだ。神格、それと行幸の手下も。なんとあなたたちでしたか。これほどの浮上の石を見つけたのも納得できます。しかし一つ訂正させてください。私は手下ではなく秘書です。秘書のお姉さん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ、すごいだろう。正直なところ、これまでに届いた浮上の石の中で最上級の品質です。予想外のことが起こらない限り、この石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方はそこに泊まっていただいて構わないとのことです。それでは私は先に失礼します。
ご覧の通り、まだやることが山積みですので。神学、さっきここに到着した時、みんな神学のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。そうなのか。反応が薄いな。こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。もしオイラが誰かにパイモンすごいって褒められたら、胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて、普通の人間とは違ってたぞ。しかし我がそうでは。神格、なんでもない。同点に入ってから力を酷使していたゆえ、少し疲れただけだ。大丈夫か。あ、そういえば百番が言ってたよな、近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ、少し座禅を組めばじきに治る。ダメだよ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。わかった、覚えておこう。ああ、そうと決まれば早速神格を民宿に連れて行こう。ご宿泊ですか。先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工ややじ馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。お客さん間に合ってよかったですね。片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。どうぞ、客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それでは。それじゃあ神格が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。後で神格にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。ならば我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ああ、また明日。
神格とはもう会ったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。もちろんだぞ。竜雲釈放神君も神格のことを知っているのか。それは当然、リーユエコーで長年生活するカウンを除けば生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。そうだったのか。なあ、神格の仙名って何なんだ。神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、きっと仙名で呼んだ方がいいんだよな。鮮明、なぜ神格が鮮明を持っていると。え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか。その通りだが、しかし神格は人間だぞ。ああ、なんだそうだったのか。お前は気づいてたのか。っていうことは知らなかったのはオイラだけ。お前たちから見てあの子は普通の人間と異なるのか。神格っていつも問題の解決方法が直接的というか初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着した時、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは強い精神力のみならず、生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなくわらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないと分かると、何も言わずに気を失った。つまりもし竜雲釈放神君がいなかったら今頃神格は。いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には魔人の怨嗟は無惨し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。それでもかなり危険な状況だ。神格はこの世のあらゆる苦難やおそらくわらわのことだろう。しかしある日、昨月畜養神君があの赤紐で縛られたことで神格は大この広大な世で出会ったのも。なるほど。そんな単純な理由なわ。行幸は今はリーユへと、もし彼女がうまく対処す、神格は仙人じゃなくて仙人に育てられた人間だったんだな。だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら逆に気を使っちゃうもんな。
行くぞ。進化君、我のことはもう死守。えっ、主らが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。